国内屈指の軍港都市横須賀から格闘技スクールロデオスタイルが送り込む舞台映像家鈴木大輔43歳、しっかり練習して全部出し切っていい試合をしていい結果を残したいと思います。対するは志高き道のりチームてっぺんから松戸の肉屋肉の田村悟47歳、世界最強の練習パートナーと切磋琢磨、過去最高の仕上がりでリングに上がる。てっぺんの田村です。仕事で肉屋やってます。毎日肉をさばいてるので相手もきっちりさばいて KO で勝ちます。いざ尋常に勝負。田村悟 VS 鈴木大輔。さあ、ヤーマン選手第8試合60キロ契約の試合となります。はい、これはまた舞台映像化 VS 肉屋60キロ契約、なんか面白い対決ですね。舞台映像化の鈴木さん、はい、やっぱり映像を撮ってると思うんで、はい、面白い演出してくれると思います。ここで、はい、いや、その辺も楽しみでございます。ロデオスタイル、やっぱりそうですね、はい、映像化のやっぱり血が騒ぐんじゃないですかね。なるほど、舞台映像化43歳です、鈴木大輔。多分取れ高気にしながら試合するんじゃないですか。そんな余裕ありますかね。170cm、 一方のこちら田村選手です。チームてっぺん所属47歳、肉屋肉の田村、田村さあ、これはあれですかね、あのチャーの人とは違う、チャーの人とは違う、チャーの人じゃない、田村健二さんとは違います。違う、はい、違う健二、違います、はい、違う健二じゃないです、違う田村っす、ね、違う田村さんです、はい、そうです、肉屋の田村って言ったらもうそれしか出てこない、ね、名前一緒ですけどね、はい、いやさあ、今日はでも砂漠って言ってましたからね、砂漠、肉と同じように、そういうことですね、はい、まあ多分てっぺんなんで、はい、てっぺんの選手結構その技術が上手いんで、はい、でまあ、一方相手の鈴木選手とは、はい、まあ、ロデオスタイル、多分名前からすると暴れ馬スタイルなんで、はい、これは面白い対決になると思います。楽しみです。おお、鈴木選手リーチありますね。お互いにうまいっすね。結構その鈴木選手の、はい、なんか多分これこの鈴木選手は多分ボクシング経験者っすね。あ、見てわかりますか、はい、重心の位置が低くて、はい、そのストレートの出し方がすごいまっすぐなんですよ。一方田村選手のこの圧力もすごいですね。田村選手やっぱムエタイベースですね、もともとが、まあ、体つきもすごいですよね、はい、全然そのお互いに重心の位置が全然違くて、田村選手は重心が高い、はい、あの鈴木選手の重心は低い、はい、でなんか蹴りとその重心が低い方がパンチ打ちやすい、はい、重心が高い方が蹴りが打ちやすいんですよ。なるほど、はい、あ、今鈴木選手のパンチが蹴りたいパンチになると思うんですよ、はい、ただなんですか、この1分半のルールでどっちが有利かって言われたら、はい、パンチスタイルの方が有利なんですよ。なるほど、やっぱ前に出ながら戦えるんで、はい、印象がすごいいいんですよね。あとは防具がついてるんで、はい、結構蹴りそんなダメージないんですよ。ああ、なるほど、アマチュアルールで、はい、その防具つけてそのローを効かせるとかミドル効かせるって、はい、本当あの蹴りが強い選手は効かないんで、はい、なんでこう有利なのは、まあ、鈴木選手のスタイルの方が有利ですね。アマチュアはスタイル的には、はい、そうです。わ、多分鈴木選手はこう一発も蹴ってないじゃないですか、はい、で構え もうボクシングなんで、はい、第1ラウンド終了、はい、あっという間の第1ラウンドでしたね。あっという間っすね、まあ、今のラウンドは鈴木選手が取ったじゃないですかね、うん、なるほど、はい、だから田村選手もなんか一発はありますよね、絶対にね。そうですね、一発は狙ってると思います。ただその、まあ、どうやったらこう今田村選手の方があの劣勢なんですよね、こう見た感じ、はい、ポイントを取ってるか取ってないか分かんないですけど、はい、まあ、自分だったら、まあ、多分このセコンドの時に、はい、田村選手も組んで膝、組んで膝で攻めろって言います、ね、あー、なるほど、多分あのボクシングスタイルなんで、はい、多分膝対応できないと思うんですよ、はい、だからこう組んで膝、組んで膝で効いたところにストレートが合わせようみたいな、なるほど、アドバイスをすると思います。膝があればパンチも入ると、そういうことです。あー、なるほど、もう膝そのなんていうのボクシングにはない技術なんて、はい、なんだろう、効き方も違うんですよ、はい、だからこうびっくりすると思うんですよ、食らったことのない
あの膝でね、はい、でそれでガード下がってパンチ当たりやすくなるんで、まあ、多分セコンド天心ですかね。そうですね、那須川天心選手がセコンドにいます。多分膝に変わるんじゃないですかね。多分相手こう前来るんで、はい、まあこれで膝に行かなかったら天心のセコンド力はないってこと。いやいやいやほらちゃんと膝で膝行ってますね、はい、考えてること一緒なんですよ。あ対応力がやっぱり、はい、頭いいんでやっぱり天心、やっぱりこのセコンドになっても天心選手って選手を生かせる、はい、いや本当にそうなんですよ、うん、なんで天心が勝ってるかって言うとやっぱ頭いいんですよ、はい、だからこう強いですよね、はい。あでもちょっと田村選手疲れちゃったっすね。さっきみたいに膝で行けばよかったのに。鈴木選手はもう変わらずこの攻撃でいい。そうですね、もう鈴木選手はもう後ろ行ったら逆に蹴られちゃうんで、うん、はい、もう前出て前出て膝でいいっすけどね。本当さっきね、最初このラウンドの最初に膝出てましたね、はい、最初あれで良かったんですよ、ずっと、はい、ちょっと疲れちゃったんですかね、はい。疲れると足って出づらいんですよ、はい、なるほど、はい、足と腕ってやっぱ筋肉で言うと3倍筋量違うんで、はい、蹴りを一発出すのってパンチ3回打つのと同じぐらいのエネルギー使うんで。なるほど、はい、非常に分かりやすいです。今でも田村さんも膝出ましたか。もっと膝でいいですよね。もっと膝でもっと膝でいいです。さあどうなるか。お互い気持ちが強い。おー、でもやっぱなんかいいですね、パンチ対蹴り。そうですよね、あのちゃんと見てて分かりましたよね、はい、その興行によっても全然そのポイントの取り方違くて、はい、パンチをポイントを取る興行と、はい、蹴りをポイントで取る興行って分かれるんですけど、はい、まあ、ムエタイはどちらかというと蹴り、はい、もうパンチなんか全くポイントにならない、はい。逆にライズの K1 はパンチがポイントになるんですよ、はい、ケットマンはポイントにならないみたいな感じで、その興行によってもそのポイントシステムと違ってて、はい、まあ、これは多分ライズ系列やっぱパンチ有利だと思いますね。ジャッジ和田判定どうなるか。19対19ドロー。おドローですね。ジャッジ永瀬20対19割れました。青鈴木。お鈴木さん。ジャッジ友武20対20ドロー。よって2票以上の差がありませんので、この試合ドローとなります。ドローです。両選手に盛大な拍手をお願いします。いや両選手でもね、いやでもすごい、ね、やっぱこうパンチ対蹴りで、はい、やっぱりなんですかね、その、まあ、一番そのなんていうんですかね、ポイントを取るのってダメージなんですよ、はい、そのダメージを食らってるってこう判断されたら一番ポイント取られるんで、はい、その審判が今は膝であのダメージを受けたって取ったんじゃないですかね。なるほど。20対19のポイントを取った、はあ、でも僅差だったってことですね。あ、そうです、そうです。いや判定つけられないです。いやヤーマン選手楽しい解説だったんですけど、はい、ヤーマン選手ここで解説席から離れるということで。そうなんです、次ちょっとセコンドつくんですよ、ね、いや次またヤーマン選手登場するということで、はい、セコンドであの意気込みどうですか。意気込み、はい、まあ、あの天心よりセコンドうまいんで任せてください。見ときます、はい、山田選手ありがとうございました。ありがとうございました。